メジャー史上初、韓国開催の裏側にある問題とは。前代未聞のドジャースとの契約で話題をさらっている大谷翔平選手。日米両国で大谷選手への注目が過熱しているわけですが、日本だけでなく韓国でも大谷選手のドジャース移籍に興奮する人が多く現れました。理由は2024年のロサンゼルスドジャースの開幕戦が韓国ソウルの五直スカイドームで開催されるため、韓国で大谷選手が見られると期待しているからです。しかし現在喜んでいる韓国国民の裏で、この韓国での開幕戦が中止になるのではないかという噂もあるようなのです。そこで今回は韓国で開催予定のドジャース対パドレスの開幕戦中止疑惑についてご紹介いたします。大谷が生で見られるぞ。大谷選手のデビュー戦が韓国で開催されるということで、韓国の熱気は凄まじいことになっています。メジャーリーグはこれまで野球のグローバル化とリーグの公演のために世界各地で開幕戦を繰り広げています。23年には鈴木誠也選手が所属するカブスがイギリスのロンドンで公式戦を行いましたよね。そして2024年3月に初めて韓国で歴史的なイベントが開催されることが決定しました。23年7月に MLB 事務局は24年3月20日と21日にソウルでドジャースとパドレスの開幕2連戦を行うと発表し、韓国中の野球ファンが歓喜。さらにドジャース並びにパドレスはそれぞれ KBO のチームと練習試合を2試合ずつ行う予定も発表したのです。開幕戦の場所は韓国の春先の気温など様々な背景を踏まえて、韓国唯一のドーム球場である五直スカイドームが選ばれました。寒いですからね。韓国は、韓国野球ファンが韓国シリーズの開催に当初歓喜した理由は、23年にアジア人内野手として初めてゴールドグラブ賞を獲得した韓国出身でパドレス所属のキム・ハソン選手の存在でした。キム・ハソン選手が韓国リーグ在籍時代に同球場を本拠地にしていたこともあり、スターの凱旋試合として注目が集まります。しかし大谷選手のドジャース移籍が決まると事態は急変したのです。さらにドジャースには新たに山本由伸選手が電撃加入し、パドレスにはダルビッシュ有選手の在籍に加えて松井裕樹選手の移籍も決定。キム・ハソン選手の大々的な凱旋試合だったはずが一気に日本色に塗り替えられることになったのです。このことについて韓国のキャンハン新聞は、メジャーリーグが韓国で開く史上初の公式試合の主人公をドジャースとパドレスに決めたのは地域的な人気のためだと分析。続けて、パドレスには韓国の大スターであるキム・ハソン選手がいるし、ドジャースはコリアン特急の愛称で親しまれたパクチャンホ選手に始まり、2019年までプレーしたリュヒョンジン選手まで多くの韓国人選手が所属した韓国で最も大きな人気を集めてきたメジャーリーグチームだからだと述べています。ところがドジャースに大谷選手が加わったことで、韓国での開幕戦を計画した当初には想定されなかった超豪華対決カードになったわけです。キム・ハソン選手が主人公だと言われていた韓国での開幕戦は MLB 史上最大となる長期大型契約で一躍話題になった大谷選手にとって変わることとなってしまったのです。韓国の MLB ファンが集まるネットコミュニティ MLB パークでは、開幕戦の開催地について賛否両論、さまざまな声が上がっています。 MLB パークでは大谷選手のドジャース移籍に伴い日本に開催を譲るべきだという提案が投稿されていました。その理由としては、大谷選手がドジャースに移籍したことで日本のファンの関心がさらに高まっているということに加えて、開幕戦で使用される五直スカイドームの質が良くないことが指摘されています。大谷選手の記念すべきドジャースのデビュー戦を待つ日本のファンがどれだけ多いかは想像できるでしょう。そして先ほどから指摘されている五直スカイドームは単純に古くて狭いと言われています。正論かと思えた提案ですが、同コミュニティでは
キム・ハソン選手を応援したい韓国のファンから激しい反発が起こります。日本が残念がるのはわかるが、なぜ私たちがそこまで心配しなければならないのか。この提案者はコミュニティから追放しろなど提案者への非難が相次ぎました。結局提案者は数時間後に、個人的な意見でした、お騒がせして申し訳ありません、という謝罪文を掲載することに。この騒動から韓国の野球ファンがパドレスとドジャースの開幕戦をどれだけ期待しているのかがわかりますね。騒動は謝罪で幕を閉じたかと思われましたが、山本選手がドジャースに移籍するというニュースが出ると、再び開幕戦の開催を日本に譲るべきだという声が再燃します。山本選手は日本の有望な若手投手であり、ドジャースに複数の日本人選手が在籍することになる。山本選手までドジャースに行くなら、やはり譲渡するのがいい、という提案が再び投下され、譲渡論争にまたもや火がついたのです。またとある韓国の情報誌は、日本から日本のスーパースターを見るために多くの観客が来るのではないか、あらゆる面で開催国である韓国の観客より日本の観客の方が増える確率が高まっていると、自国開催のはずなのに日本色で染まってしまう可能性について報じていました。さらに別の地元メディアも、ドジャースのユニフォームを着て公式デビュー戦を行う大谷選手を最大4試合見ることができるとヒートアップ。韓国国内では開催を楽しみにしながらも、一部では日本での開催を提案する声も上がっています。日本人選手が多いから日本でやるのが自然だという意見や、日本で開催する方が観客動員が増えるのでは、韓国シリーズというわけではないのだから日本でやるのもいいよな、という声も。さらにキム・ハソン選手の凱旋試合として組まれた試合ですが、当のキム・ハソン選手にはトレードの噂が立ち込めています。朝鮮日報は、キム・ハソン選手がイ・ジョンフ選手と4年ぶりに同じユニフォームを着る可能性がと題し記事を投稿しました。またパドレスの地元サンディエゴの情報誌は、キム・ハソン選手のトレード候補先としてジャイアンツ、レッドソックス、タイガース、ブルージェイズ、メッツなどが挙げられていると紹介しました。特にジャイアンツが有力との噂があります。2023年までパドレスで指揮を取ったボブ・メルビン監督が24年からジャイアンツで監督になることや、ポスティングシステムを使ってメジャー移籍した韓国のイチローことイ・ジョンフ選手も24年からジャイアンツでプレーすることが決まっています。そのためキム・ハソン選手にはジャイアンツが最も適した球団と伝えられており、キム・ハソン選手がパドレスから離れる可能性が指摘されているのです。仮にキム・ハソン選手が移籍となれば、今回の開幕戦は韓国選手ゼロでの韓国開催となり、より一層韓国で開催する意味がなくなってしまうのではないでしょうか。そして課題山積といわれる五直スカイドームの存在が、さらに韓国開催を敬遠する意見を後押ししているというのです。ポンコツ球場、五直スカイドーム。3月20日にメジャーリーグの開幕戦が開催される五直スカイドームは様々な問題を抱えています。まずは気候の問題です。韓国の3月は日本よりも寒いため、カリフォルニアの暖かい気候に慣れているパドレスとドジャースの選手たちは寒さに耐えなければなりません。次に球場の問題です。五直スカイドームはもともとは屋外球場として建設される予定でした。しかし途中で設計を変更してドーム球場にしたのです。そのため開業当初から課題が山積みとなっています。球場における課題の一つが観客席の問題です。観客席はかなり急な角度で傾いており、さらに座席は1列に30席も並んでいます。そのため中央の座席に座っている人は通路まで出るのに10人以上の人の前を通らなければならないのです。お手洗いに行きたくても行けないため、ネット上ではおむつ座席という皮肉が飛び交っているのだとか。球場における課題の2つ目が雨漏りです。五直スカイドームは2713億ウォン、
日本円で約244億円もの莫大な費用をかけて作られました。しかし2015年にはあろうことか雨漏りが発生、ドーム球場なのに傘をささないといけない珍事件に、これまた欠陥ドームと揶揄されてしまう始末となってしまったのです。なんというか、さすがお隣さんの建設技術は並外れていますよね。球場における課題の3つ目に交通アクセスの悪さもあります。駐車場は1000台分しかなく、21世紀最悪のドーム球場とまで言われているほどです。このような事態に対してソウル市施設管理公団は約7億ウォンの税金を使って補修を行いました。指摘されていたおむつ座席こそ回収されましたが、副作用として観客席は当初から1200席も減る始末。今ではドームの合計座席数がたったの 16,800 席しかありません。ネット上では、適当に建てておいて繰り返し補修するつもりだろう、税金で完璧にゴミ球場を作ってくれた、などと批判が集まっています。そしてついに韓国国内でも五直スカイドームでのメジャーリーグ開催に疑問の声が上がっているようで、正直何も言えない。メジャー選手たちも来て五直ドームを直接見に行けばわかると思うけど、野球を見る楽しさがかなり落ちる。実際4階の傾斜度は危険なレベルだ。ドーム球場が1万6000人収容だしな。世界のどこにもこんな球場はない。世界にさらされるなんて辛すぎる。恥ずかしい。本気で日本に開幕戦を渡してほしい、などと嘆くファンが多いのです。韓国メディアの応戦は、五直ドームはあまりにも小さすぎる、日本人選手が4人も集結するソウルシリーズだが、多くの観客が観戦するのは難しい、大谷と山本がドジャースに入ったことでドームの人数が心配になるほどにスケールが大きくなった、世界中の野球ファンが集まる大きな舞台が3万5000席規模の大型ドームではなく2万席に満たないミニドームというのが残念だ、と報じています。ドジャースの本拠地は最大収容人数5万6000人を誇る世界屈指の名球場、ドジャースタジアムです。地味な開幕戦になるのを危惧しています。さらにチケットの問題も出てくるでしょう。収容人数が少ないからこそチケットの争奪戦や転売が懸念されています。1万6000人の座席争奪戦は韓国人だけの問題ではありません。チケットを手に入れるには韓国に駐留している約2万8000人の在米軍、また大谷選手のメジャーデビュー戦を見るために韓国に押し寄せるアメリカ、日本の取材陣、日本のファンを相手に激しい争奪戦を勝ち抜かなければならないのです。この状況に韓国の野球ファンは、公正なチケット販売、IT 技術を悪用したチケット買い占めや転売行為を防止する徹底した対策を要求しています。フォーブス氏は、チケットの販売開始は1月下旬だが、急ぐ必要がある、と言及。世界での野球普及を目的に、韓国での開催を決めたメジャーリーグですが、これでは目的を果たせないのではないでしょうか。ただ、それでも注目をされていることには変わりありません。3月20日の現地時間午後7時5分プレーボールの世界的に注目されているプレミアチケットはどれほどの倍率になるのか気になりますね。余談ですが、大谷選手は24年1月1日に起こった能登半島地震の被災地に所属球団であるドジャースと共同での寄付と合わせて送ったメッセージが韓国で物議を醸しています。英文のメッセージ内で日本海と記したことがトンヘを主張する韓国で反発を買っているのです。日本海表記について指摘した韓国の大学教授は、いくら日本で地震が起き、チームの看板スターである大谷選手が日本人だとしても、トンヘとの併記でもなく、日本政府が主張する日本海表記だけをしたことは明らかに間違っていると、お決まりの指摘をぶちかましていましたね。その一方で同教授は、大谷選手は自身の個人 SNS アカウントに同じニュースを日本語で載せたが日本海表現を使わなかった、と大谷選手個人については擁護していました。大谷選手は韓国へのリスペクトも忘れていないことが
韓国でも評価されている理由なのかもしれませんね。あなたはどう思いますか？ぜひあなたの意見をコメント欄に書いて教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。